チャーリー・ハナムは、イギリスの俳優。ニューキャッスル出身。身長185センチメートル。2008年から続くアメリカのテレビドラマシリーズ、サンズ・オブ・アナーキーの主人公、ジャクソン、ジャックス、テラー役で知られる。パシフィック・リムで日本での知名度が上がった。二人兄弟の弟として、ニューキャッスルに生まれる。2歳の時に両親が離婚。12歳からは、 母の再婚により、湖水地方で過ごし、都市部で育ったハナムは、周りと打ち解けられないでいたという。コンブリアインスティチュート・オブ・ザ・アーツで学んだ。1989年にテレビシリーズ、バイカー・グローブで、俳優デビューし、1999年公開の、ハロルド・スミスに、何が起こったかで、映画デビューする。1999年より、 イギリスのテレビシリーズ、クイアーズ・フォークでのーの高校生、ネイサン役にて、相手役の英団議連と共に注目を集める。2002年公開の、ディケンズのニコラス・ニックルビーで、初主演を果たし、ナショナルボード・オブ・レビューのアンサンブル演技賞を受賞する。2008年より放映の犯罪ドラマ、サンズ・オブ・アナーキーで凶悪なバイクギャングメンバーの主役、ジャクソン、ジャック・ステラーを演じた。 2011年コミコミインターナショナル2013年には大ヒットした映画パシフィック・リームで主人公ローリー・ベケットを熱演。同年 E.L. ジェームズの観音小説50シェイズ・オブ・グレーの映画版の主役に抜擢されたが後に降板した。1999年にアメリカの女優キャサリン・タウンと結婚したが2002年に離婚した。 2007年より、ジュエリーデザイナーのモルガナ・マクネラスと交際している。スターウォーズシリーズのアナキン・スカイ・ウォーカー役のオーディションを受けており、最終オーディションまで残っていた。その調子んとスタイルの良さで、2005年にエンポリオ・アルマーニの広告モデルを務め、エル・ガールのトップ100セクシエスト・メンデ9位にランクインした。 著名な男性人権運動家で、ミソジニー発言でも知られるジョーダン・ピーターソンのファンを公言している。ありがとうございます。